どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、今日はですね、Gオーダー、皆さん知ってますか？ G ラボウクレレでこうセミオーダーができるっていうね、システムがありまして、そのセミオーダー、 G オーダーをしてくださった方のご希望があれば、ガズがその世界で一本で、その方がオーダーした、ウクレレをちょっとこう試し弾きレビューをしましてですね、動画公開するよというプロジェクトがあるんですよ。それの最新版でございます。はい、今までのね、数々の方がしてくださった G オーダーの、レビュー動画、再生リストがありますから、概要欄に貼っとくんで他のも見てもらいたいんですけど、さあ、早速ご紹介していきましょう。はい、今日、届いたウクレレがこちらになります。はい、ハードケース。かっこいいでしょ？この大きさだと、これはソプラノサイズですね、これ。さあ、開けてみましょうか。パッチャンとやって、くるりんぱとして、さあ皆さん、お楽しみのウクレレでございます。開けまーす。ばばば、ドカーンすが、これね、僕、まあ事前にもちろん見てるんですけど、すごくないですか？これ、この木目がね、こう入ってるじゃないですか。で、こういう木目もありますよね。これね、アカシアという木材の、これ AAA というですね、この珍しいんですよ。こういう面、木目が入るっていうのが。まあ、トラメのアカシアですね。すごいです。これはなかなかいい木材がセレクトされております。このセンスがなかなかいいですよ。このウクレレオーダーしてくださったのは、高橋様でございまして、今からちょっとスペックをちょっとね、お伝えしていくと、はい。まずはその今も言ったように、AAA のアカシアがトップ材に使われておりますと。はい。そして、薄レレなんですよ。いいですね。最近もうね、G ラボって言ったらもうどっちかっていうと薄レレの方がもうメインなんじゃないかってことですけど、この薄さがポイント。はい。で、こっちのボディもですね、はい。すごいグレード高いアカシアが、ここ見てください。こう、ね、こういう木目と、こういう、この木のね、柄が、これがもう世界で唯一のね、柄なんですよ。こういうのが素晴らしい。そして、このサイドとバックのサイドもね、同じ AAA のアカシアということで、とにかく、G ラボが持ってる一番いい、AAA の、アカシアの木材が使われております。G ラボはですね、もう丸田んぼで、木材を、調達しているんで、ベトナムのものすごいいい木材をね、なんてこういうのがね出てくるんですよ。いいのはこうストックして AAA ということで、ウクレレに使っております。はい。そしてこのポジションマーク、はい、ネックとポジションマーク、このポジションマークのこの貝がね、いいでしょ。この G マークもだけど、これはアバロン貝というですね、ちょっとかなりゴージャスな、この輝きを放つ、貝が、こういう風に使われていてですね、ソプラノサイズなんで大きくはないですけど、やっぱりね、薄レレってこともあってすごくちっちゃくは見えるんですけれども、はい。で、ピックアップが、セレクトされてますね。ここに、ジャックを入れてアンプにつなぐことができるということなんですけど、実はちょっとさっき僕弾いたんですけど、これね、かなりですね、音いいです。アカシアの特徴なんですけど、あ、ちなみに、G ラボウクレレの通常の、例えば、薄レレとか、わがままウクレレ、旅レレとかっていうのは、アカシアの木材なんですけど、アカシアの特徴として、やっぱちょっとふっくらまろやか、マイルドな、特徴があるんですけど、このね、AAA のこのウクレレはですね、すごいね、中低域が出るんですよ。ちょっと弾いてみましょうか。これ、もじゃくん、やっぱさすがですね。はい。高橋さん、これはいいウクレレですよ。さらにこっからですね、弾けば弾くほど、どんどんこのね、この木に音がこう、こうやって弾くでしょ？そうすると、そのたんびにこの、
木の中にですね、音がこう一回流れるんですよね。この木のこの木目のこと、銅管とか言ったりしますけど、こういうところにこの響く音が、その弾く人の癖がですね、ちゃんとこう入っていって、その弾く人のカラーにちゃんとなってきて、弾きやすく、その人色に染まってくるという、そういうのがね、まあ G ラボウクレレの特徴なわけですけど、これも間違いなく育っていくウクレレになると思います。はい。いいよね、すごく。この佇まい。素晴らしいです。ちょっとね、色もさ、ブラウンというか、ちょっと明るいブラウンというか、ちょっとオレンジっぽくなってるけど、これアカシアのね、元々の色と、ちょっとこの、塗装のね、このグロスフィニッシュがまた綺麗に、グロスフィニッシュっていうのはツヤありフィニッシュですね。これがもう、なんていうのかな、重厚感があるというか、ちっちゃくて、ソプラノで薄レレなのに、なんかこう、深い感じ、音もね、すごくこう、いいですよ。リッチな音します。はい。ぜひこれ、育てていってくださいと。Gオーダーはやっぱ面白いですね。なんかその、僕が思いも知らしないような、ウクレレが飛び出してくるんでね。はい。ハードケースも、しっかりしたハードケースに入ってます。はい。で、高橋さんのお願いとしては、ケースにサインをしてくださいということだったので、今からこのケースにですね、サインをしていこうと思います。ここがいいかな。よし。じゃあ、ここに、いきますよ、サイン。ありがとうございます。しっかり育てていってください。はい、サインしました。じゃん。こんな感じでお届けしてまいりますので、到着をお待ちください。はい、こんな感じでですね、Gラボのウクレレっていうのは、通常のラインナップの他に Gオーダーというね、こんな、相談しながら、世界で一本のね、皆さんの、この、にとって最適な一本というのもね、仕上げることができます。まあもちろん他のいろいろ、なラインナップね、ここにも、普通のね、薄レレとかもありますけど、こういうのもね、もうすごいクオリティ高いんですけど、ぜひ、チェックしておいてください。3月はね、もうちょっとしたらね、今月の、販売予約期間に突入するんですけど、今ね、これやってんですよ。Gラボ祭り。はい。春の Gラボ祭り、期間中です。ちょっとこれ、私がここで言うよりも、この特設ホームページ見てもらうといいと思いますね。概要欄にね、このページ貼っとくんで、ぜひ見てもらいたいんですけど、すごく楽しいワクワク Gラボユーザーイベントが5月に開催されるというシリーズになっているお知らせでございます。見てみてください。さあ、今回はこれお知らせ。皆さんもね、Gオーダーぜひいいですよ。ご希望があれば、今回みたいに、こんな風なレビューを取ってね、後で皆さんの家に届いた後に、なんかどっかで弾いた時に、ほら、これガズが、レビューしてくれてる、これだよっていう風に、そんなの面白いじゃないですか。はい、ぜひ、やってみてくださいと。はい、そして、GGD、ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本、主婦の友社から4月26日発売。はい、予約をぜひ皆さんお願いしています。僕ね、原稿読んだんですよ。もう泣いちゃいました、自分で。自分で書いた本で泣いちゃいました。そのぐらいですね、ぐっと来て、エネルギーになって楽しくて笑顔がもう満載な本になっております。概要欄に予約ページ貼っとくんでご覧になってください。はい、それでは今日は Gオーダー、Gラボの、ウクレレ紹介動画になりました。はい、それじゃあ皆さんごきげんよう。さよなら。